こんにちは、墨田区東橋の、カバン工房キズファクトリーの中野です。今回は1階の、工房でですね、ベーブルの革をご紹介したいなと思いまして、以前は革小物の製品で経年変化もご紹介したと思うんですけども、今回は製品になる前、まあ、こう裁断物とかもちょっと今途中のものもあるんですけど、裁断する前ですね、で革屋さんから届いた状態、大きな盤のままをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらが革の、ストックが置いてある棚です。まあ、これは今プエブロがナポリとかペトロオリオパパベロいろいろありますね。グリージオで、実際ちょっとね、3色ぐらいちょっと革を広げてみますね。じゃあまずペトロリオから。はい、ではペトロリオをちょっと広げてみましょう。プエブロのペトロリオです。こっちが裏で、こっち側を持ってますね。こんな感じですね。ここがですね、背骨になってます。こういう状態なんですね。こっちが頭なのかな、こっちがお尻の方かな。で、背骨がこう走ってます。で、こういうのはね、この筋みたいなのがトラって言うんですよね。そしてこのプエブロっていうのはバケッタ製法って言って、牛脂がもうなめす段階で入ってまして、オイルがたっぷり入ってる革で、で一番最後にこうペーパーのようなこうあれで表面だけをこう1ミリ2ミリ程度ですかね、こすって模様をつけてるんですね。プエブロインディアンの群衆を表していると言われています。ペトロリオ、本当素晴らしい、本当に綺麗な色ですよね。はい、では次はナポリ。これもまた鮮やかですね。本当に綺麗な、ものすごい濃い色ですよね。同じ黄色でも本当見たことないです、この黄色は。これもまた経年変化もね、もう本当に飴色になって本当に綺麗な色です。続いてパパベロです。赤ですね。本当にこれも素晴らしい綺麗な赤です。こういう感じですね。これもまたもう使い込むとものすごい色艶が上がって本当に綺麗な赤です。もう裏側ももうこの通り染料でね、もう繊維の奥の奥まで染まってます。はい、次はタバコ。結構ブラウン系というか焦げ茶系とかいう色ですけど、やはりこれも本当にこの表面のこう銀すりでまた表情がだいぶ個性的ですよね。本当に綺麗な焦げ茶、まあタバコですね。はい、続いてネイビーです。これも本当に綺麗なネイビーですね。なんかこれも本当に使い込むともうツヤツヤになります。いや、奥が深いです、このネイビーも。はい、続いてコッチネーラですね。はい、コッチネーラ、これはもうワインレッドのような色ですね。はい、たまたまこれ2枚
巻いてあるんですけど、はいはい、一枚一枚こうやって表情がもう全然違います。はい、あ、いい、こっちのエラでした、ね、これだけ全然一枚一枚ね、虎の出方とか染料のこの染まり方とか一枚一枚表情が違うというところが、ね、あの非常に魅力的ですね。はいはいはい、はい、次の色はグリージオ、なんかカーキっぽい、なんか草色っていうか、これまたいい色ですね。これも本当に他の色もそうなんですけど、本当にこれももうこうやって一枚一枚もう全然表情が違う、これが本当に魅力的ですね。経年変化がちょっと茶色っぽくなるのはなんとなくこう予想できます。このプエベロですけどね、このなんていうんですか、あのこの張りですね、張り感がすごく弾力というか、こう硬すぎもなく柔らかすぎもなく、そしてこのちょっとこう揉んでもね、そういう変なシワにならないんですよね。やっぱりあのオイルがしっかり染みてますからね、あのこう戻りもいいというか、あのやっぱりちょっとこう軽くてこう表面加工されている革だと、こうちょっとこうやるだけでこうシワシワシワってなっちゃったりするんですけど、そういうことがないんですね。でこのやっぱりこの適度な張りがやっぱりあの外縫いにも向いてますし、そのまあ僕はあのこのプエブロは減圧が 2.2 ぐらいあるんですけど、僕はこれ 1.8 に全部すいてもらっちゃうんですね。なのであの袋縫いの、バッグとかカバンもあの対応できます。多少のシワは出ますけど、そんなにね、あのそんなあれじゃないです、変じゃないですね、うん、僕は許容範囲だと思ってます。そしてあのプエブロもあのこの適度な張りがあるので、結構磨きにもねあの適してるんですよね。あのブッテロもミネルバも同様なんですけど、染料があのこれだけ濃いのと、あのタシって言って、まあ、オイルがふんだんに入ってますから、切れ目のこのエッジの部分もすごくこう磨くとものすごい艶が出るんですね。僕はもうそれもすごくあの選んでる理由の一つにもなってます。あとこの音聞こえますかね、このミシミシ言った、これはやっぱりあの牛脂を多く含む油のせいでこう音が鳴るんです。で結構重いです、これはもう仕方ないです。まあ以上あの革のね、あの製品になる前の状態をお見せしました。あのなかなかあの製品ではいろんなものをあのお店で見れると思うんですけど、あのこうやってあのね革の盤で見ることの機会って少ないと思うんで、あのまあこういう形でちょっとご紹介にしてみました。プエブロってあの使い込んでどんどん経年変化していくのもものすごく魅力的な色になるんですね。でそれもあの別動画であの革小物であの新品状態、約5年後っていうのを見比べた動画もあの撮ってあるので、よろしければそちらも、ご覧になってください。ありがとうございました。